アンノーン、目的、正体、一切不明の謎の生命体。次々と不可解な手口で襲ってくる相手に人々は恐怖した。アギトの力に覚醒し、アンノーンの気配を察知することができるようになった菅見翔一は、アンノーンと激しい戦闘を繰り広げていた。アギト、いや、アンノーン、悪いな、どちらでもない。俺は負けるわけにはいかない。互いに変身を解く司と翔一。司からディケイドの目的を聞いた翔一ではあったが、いまいち理解しきれていないようであった。翔一との接触によりアギトへの変身の力を取り戻した司。しかしアギトの力が宿り、残りのカードはいまだ力を失ったままであった。